どうもこんにちはです。今日もまたやってきました、この場所へ。だってここ近いんだもんさ。こんにちは。だって近いんだもんさ。私の行動範囲は3キロ以内です。昨日は何の話したかな。あ、これメガネの話したでしょ。今日はもっと身近な話をしますね。今日はちょっとこれイヤホン違うんだよ。これほら、これなんでつけてるかっていうとね、これ右左がすぐ分かるようにね、右左が分かるでしょ。だからこれこの目印でつけてんの。ほんでこれ時計なんで2つつけてるかっていうと、これ別に時間を見てるわけじゃないんだよ私。これね、この腕時計の太さを見てんの。バンドの太さってほら、20代30代とか40代50代ってあるでしょ。あの腕の細さを太さを記憶してるんだから、これね、まあ一応動いてるけども太さを記憶してるから、すぐ腕が細く骨が細くなると確認できるでしょ。この辺が20代ね。これがだいたいこういうふうに30代40代50代60代、今60代になるとこうぐーっとこう下がっていくから、これがこうで、これがずーっとここまで来たらば脂肪です。終わり。はいね、ちゃんと昔の古い時計も取っておきましょう。そのバンドの太さがあなた様の腕の太さだから。わかりましたか。これが私の秘密です。だからこうやって時計いっぱいやってんの。別に時間をね見てるわけじゃないんですよ。今日もっと身近な話。ダイソーで見つけたこれ。今ねマイクロバッグって流行ってんだってね。要するに財布とさ、携帯とスマホとかね、そのちょこっとしか入れられない小さいマイクロバッグ。だからマイクロバッグないからでもね、ダイソーに行ったらばなんか似合いそうなのが1個あった、300円で。本当は革製が欲しかったんだけどさ、革製は後ほど買えます。とりあえずね、ほらこれね、ここにほらここにこれ、これマグネット端子をギリギリ巻いといて、これイヤホンをギリギリ巻いといてさ、この中にねいろんなの入ってんだよこれ。まずね重要なのがバッテリー。バッテリーが2台入ってます。2650mAと、あ、違う、25600mAだったかな。それと、財布とさ、財布見る？私の財布、高級ですよ。はい。ダンヒル、ね。このダンヒルがね、一番物入るね。カード何枚だろうこれ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12枚。とにかく一番入る財布をね、選んで選び通して最終的に到達したのがこのダウヒルのこの財布。これが一番入ります。免許証でしょ。免許証からさ、ほら、JAF カード。JAF カードとかさ、ね、障害手帳とかさ、ね、あとなこれ現金はもちろん、これダンヒルのカードこれでしょ。この財布はね、結婚式の時に新婚旅行でねハワイで買ったやつですよ。これ買ってよかった。この光にね惚れちゃったんだよね。これが一番物が入ります。これ入らなそうだなと思っても本当に入るよ。あと小銭入れでしょ。ほら小銭入れ、重宝してますよこれ。でこの中に入れておきます。これ見たっつってさ、これあの持っていかないでね。これは私のですからね。
これメガネね、メガネ壊れたら見えなくなるからさ、ほらこれ代わりのメガネ、これ18金。うん、このメガネなんで私やってるかっつうとね、あのある人の見たのかっこいいなと思ってね、真似してんの。誰だと思いますか？カズハラさん。カズハラさんかっこいいんだもん、あの メガネをこうさ、メガネのバンドでさ、うん、カズハラさんの真似してんですよ私。このメガネ、これ別にさ、あのメガネを落としていたくてどの頃とか、そういう以前の問題で、新サバの真似しております。うん、かっこいいんだもんね。そういう理由があります。この時計もそうだし、物事にじゃ必ずね、理由訳があるんだからね、何やってんのかなってこう感じ取れる頭を持っていかないとさ、ね、なんでこれ美味しいのかなってさ、なんでこの人うまいのかなってこうね、もっと一歩で考える力を持たないと、これからの世の中生きていけないです。いけないと思いますって言わないで、生きていけないですってちゃんと言い切りますよね、日本人だったらね。はい、あとなんだっけ、これね、これマイクロバッグ、この色好きになっちゃったよ俺。これもこっちでしょ。まずバッテリーが入るからね、楽だよね。ねえ、これのバッテリーもさ、ほらこれ iPad Pro 12.9 インチだよ。あのファイルの移動できるからさ、うん、すごい便利だよこれね。これ今安くなってっからね、あ、安い製品が出るから買うなら 12.91 をおすすめしますよ。なぜかというと譜面がちゃんと見えるからさ、うんうん、まあこれはいいやな、うん、今日も練習するんだけどさ、何練習しようかな。なんか私のツイッターがまたまた炎上してるんだけどね、どうしようかな。まあね、よろしくお願いしますね。あの別にチャンネル登録しなくていいから、あの私はね好きでやってんだから、チャンネル登録しないでお願いします。はい、変えて登録されるとダメなの私ね。お願いします。だんだん暗くなってきたね。だからさっきの話だけどさ、このなんで腕時計いっぱいやってるかって話ね。だからね、これさ、ちゃんと昔のあの腕の太さを記憶してんですよ、この時計っていうのは。これがね、これが要するに20代30代の頃の太さ、これが40代50代の太さ、50代60代の太さになるとここまで来んの、こうね、ね、でこれがここまで来たらば死亡です。はい、だからいいこと教えてあげるね。ここにあなたの寿命って書いてさ、ここにこうにこう年代を書いておけばいいのかいとかさ、あと何年生きられるか、このさ、こうさ、と目で確認できるでしょ。あと10年だなとかさ、ね、こうこれが下がってきたらば、ここまで来たらば死亡でございますからね。だからほら、私はあと何年生きられますか、こうさ、年とともに骨がね細くなってくるからね。だから月1回のね、骨粗鬆症の注射してます。あのね、骨粗鬆症の人のが治療してない状態っていうのは車で言うとね、シートベルトをしてない状態で運転してるのと同じ状態なんだって。わかるかな、シートベルトをしてないで運転してると人と同じ状態、危険な状態なのね。
だから骨粗鬆の経験のある人はちゃんと医者に行って、今月に1回か年に1回注射打てば済む薬があるからね。私は月1回を選びました。年1回のやつもあるんだけども、それは金額が高くなんだよね。2万高3万するんだけど、ほんでその注射は点滴らしいんだよね。点滴でやりますって言うからさ、年1回のやつは。だから私は月で1回でいいかなと思ってね。だから月1回ね、2500円だよ、注射コスト少々。もう半年ぐらい売ってるけどさ、うん、だんだん改善してきてるねってね、先生に言われてさ、うん、骨だから、骨特に女性の方ね、骨粗鬆になっている方、治療しないとあなたやばいよ本当に。この時計がここまで書かれてったわね、この差が縮んできたらこれもう終わり、あなたはね。はい、だからこれ面白いね。ここのこう、あなたの余命は何年ですかっていうさ、そういうね、あれをこう作ればいいんだよね。だからこのバンドの太さが、私はこれが20代30代の頃のバンドの太さなの、これは。で今はこうでしょ、今ここまで来てるでしょ、ね、ね、これがこうだーっとだだこう来たらば終わりです。うん、そう ならないようにね、月一遍の骨粗鬆症の注射しましょう。うん、薬名はボンビバって言ったね、ボンビバっていう薬です。うん、宇都宮で一箇所だけやってんだよね。うん、それは後で調べてください。私が初めて の骨粗鬆症の注射やるお客さんなんだって。だからね、神経使ってね、ちゃんと、それは点滴じゃないからね、血管注射だからね、月1回というわけです。だから頑張っていきましょうね、一生懸命いけないとさ、妻がかわいそうでしょ。ここに来ないようにね、カルシウム錠を取って、ビタミン D のカルシウムを毎日飲んでおります。朝3錠、夜3錠です。うん、 1ヶ月分700円ぐらいだよ、ビタミン D のカルシウム。そういう予防策を取っております。ではまた。